じゃあ、ドラマ白物宮川です。そして、大勢です。リュウです。お願いします。お願いします。お邪魔します。やばい、参加しちゃった。嬉しいですね。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、メンズビューティーハックというですね、名古屋のイベントを去年、大勢君とやったんですけど、やりました。めちゃくちゃ盛り上がりましたね。いや、ほんといろんな新聞各社の方々。そうだよね。テレビも来てくれたしね。はい、すごい。そう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 。そんなね、名古屋の、ビューティーの僕らがセレクトしたアイテムを提案しますよみたいなリアルなポップアップイベントみたいなのがあるんですけど、今年もやってきますと。やらせていただきます。はい、高島ゲートタワーモールで、はい、11月2日から15日、僕らの出勤日はちょっと後ほど概要欄に貼っとくとして、はい、まあ僕ら3人ね、今回リュウ君も来てくれてるということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。超楽しみっす。いや、楽しみですね、うん、本当にね、めっちゃみんな人くれ来てくれたので、うん、今年もいっぱい来てくれるといいなというふうに思ってるんで、確かに来てほしいです。ということで、まあ、この告知も兼ねて、告知とはあんまり関係ない、今回はですね、皆さんのスキンケア、はい、ビューティーヘビロテランキングから1位やっていきましょう。はい、もうすでに僕らなんか3位足りないんですけど、多すぎる、硬すぎる。この前に大勢くんのチャンネルでもそうです、やってるんですけど、紹介しすぎたんですけどまだあるはい、まだあります。ということで、はい、やっていきましょうか。はい、お願いします。1位、意気込み、意気込みはっていうか、自己紹介してもらおう。あ、僕はお初なんですけど、はい、いつもインスタグラムとか中心にファッションを投稿しているリュウと言います。よろしくお願いします。あ、25歳です。でもちょっとアラサーに突入したんで、より胃もたれた。あ、そうなんですよ。朝昨日焼肉食べてたら朝胃もたれて、ちょっと年を感じたんですけど、それが25歳の始まりだよ。怖いですね。曲がり角ね、曲がり角。ちょっと今日は美容品とか紹介していけたらいいやと思います。お願いします。お願いします。僕は多分エイトさんのチャンネル1年ぶりぐらいになるんじゃないかなって感じなんですけど、ね、お久しぶりでございます。金山大輔と申します。リュウと同じくファッションの投稿だったりとか、まあ、YouTube のチャンネルもやってるので、よければ概要欄にで僕のことも見ていただければなと思います。はい、まあ、エイトさんとまたご一緒できて光栄です。ボヨビアン。いやになってた。片言になってた、ね、緊張しますよ。緊張するよね。普通に大学生の時に見てたんで。そう、嬉しい嬉しい。マジで。じゃあ3位から1位いってみよう。いかしちゃう。大勢君からいきます。僕からいきますか。うん、じゃあ、まあ本当に普段マジで使っているグッズの3位。3位、はい、3位は、はい、こちらでございます。はい、ドンドン。セットにはなるんですけども、うん、ヘアケア。ヘアケアです。ダビネスのオーセンティックオイル。もう人気だねこれね。そう、なんかしっかりすぎてべったりなんですよ。すいません、綺麗じゃん。ヘアオイルあるある。そう、分かりやすくて拭いてきました。そう、ちょっとさっき拭いたんだけど、ちょっともうベタベタだね。で、ブラシですね。おう、あ、アベダアベダ、アベダの、パドルブラシっていう感じで、これも人気だよね。そう、パシュパシュするやつですよね。そう、気持ちいい。ポシュポシュする。で、本当に頭をちゃんとオイルでつけた後にブラシでオイルを溶かすというか、うん、ちゃんと伸ばしてあげる、うん、で、セットしてるんですけど、うん、あ、セットで使ってんだ、これ。セットで使ってるんですよ。なんかね、これマッサージとかね、あ、できますよね。いや、そうそうそう、マッサージも使えるのと、まあ、普通にセットというか、普通に僕セットでもこうするだけなの。あ、そうなんだ。セレブっぽいね。すごいセレブっぽい。でも朝と、なんかもう僕のセット1分で終わるんですよ。オイルつけてもうこれで出るんで、あ、終わりみたいな。なるほどね。ほんとこれだけをやって、ちょっと髪の毛にオイルを全体的になじませて終わりみたいな形で使ってます。大勢くんさ、ヘアケアマジこだわってるよね。いや、髪の毛は結構やってますね。でもまあ全部はダメですね。ダビネス信者。信者なんで。だってさ、美容室もさ、めっちゃさ、頻度高いもんね。美容室はそうですね、3週間から1ヶ月1回ぐらいです。芸能人よ。いや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 、髪すぐ伸びません。俺3ヶ月放置とかすんねん。ごめんなさい。え、でもそれで違うスタイル提案されますもんね。確かに確かに。うまいね、いいこと言うね。大勢くんの髪の毛もう毎回変わんないから、いつ見ても襟足綺麗ですよ。伸びてることがない。すごいな。嫌なんですよ、なんかこのモシャモシャするのが。素晴らしい、素晴らしい。これちょっとやっていい？いいですよ。こう、こっちです。ありがとうございます。じゃあリュウ君。はい、じゃあ僕の3位は同じくダビネスのヘアマスクとコンディショナー。シャンプーも使ってるんですけど、ちょっと忘れちゃって、はい、この2つとそのシャンプーをいつもお風呂で使ってます。ヘビロテ感出てるもんね。俺さ、さっきさ、2発目ほんまにさ、置いてあった時さ、リュウ君ポテトサラダ持ってたのかと思ったの。そう、これ、そう、
パー。タッパーじゃないです。これ何なの？これ何なの？これがこっちがヘアマスクで、あ、マスク。こっちがコンディショナー。あー。でもこれいいよね。長くてでパーマにブリーチしてカラーも入れてるんで、もうヘアケア命で。すごいね。僕最初紫の方使ってて、でこれダメージ模様の。方なんですけど、なんかヌヌヌヌっていうバージョンの、俺モモ使ってる。モモ、僕ヌヌっす。あ、ノーノヌヌ。すげえ、かっこいいの名前。でヘアマスクは週に 1,2 回、あのする感じで、これは毎日シャンプーの後にしてます、ってことは、はい、あ、すいません、ってことはさっきの僕のチャンネルの方のあれを使ってやってるってことですか。ヘアマスク、あ、そうです、あれを使ってます。じゃああれを使いようか。使いようか。パーマブリーチロン毛なのにすごい髪の毛きれいだね。本当ですか。もう4回ぐらいパーマしてるんで。いや、すごいよ。もう死んでると思うんですけど。これ普通毛先とかパリパリよ普通。これどうやってさセットしてんの。うん、多分すごい楽で、あのパーマかかってるんで、お風呂上がりました、タオルバーっときます、根元だけ立ち上げる、もうオイルつける、完成です。じゃあ2人ともオイルシーン。オイルですね。本当お風呂出てから3分くらいで終わります。へー、一緒だ。結構楽っすね。これ誰が朝の支度早いか選手権するの。僕息子だけなんで。一応これを使ってます。最近ムラシャンもそのしてるんですけど、ヘビロテでいったら圧倒的これは使ってます。ありがとうございます。じゃあ俺3位ちょうど髪の毛。うわー、ケンザン。ケンザン。しかもバリ方、バリ方、バリ方。今回のあのゲートタワーモールさんでもやるし、あの今回ゆかさんとねこの後コラボでケンザンの使い方教えてもらう。マジですか。超楽しみ。このケンザンは去年僕らも話題だったよね。めっちゃ良かったっすね。シャンプーブラシにもなるしマッサージにもなるんですけど、これはもう僕はベッドサイドに置いといて寝る前にこうやってプリプリ、なんかこう頭触られてると眠くなってきますよね。そう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 。なんか結構ねツボを押してくれるのこの剣山で。あ、そうなんですか。これ硬いですか。硬いよ、めっちゃ。割り方って割り方本当に硬いの。本当だ。そうそう。でも柔らかさはいろいろあって自分の頭皮の硬さに合わせるんだけど、俺この前ヘッドマッサージに行ったのよ。はい、マッサージサロンみたいな。はいはい。今年やったお客さんの中で一番硬い頭皮があって、へー、マジガチショックだったの。やりすぎでしょ。ガチショックで、だからこういうのをこうヘビロテして氷をほぐすようにね。でも柔らかくなるって言いますよね、やってると、ね、ちゃんと毎日のケアが必要。でも本当にここの辺から硬くなってこの辺から剥げてくるんですよ。そうだよ。美容師さんに、タイセさんここやばいですよって。そろそろタイセ君のハゲんの見たくないな。いや、マジで嫌だなと思って。嫌だな。それこそ僕もウカさんの、あのヘッドスパに行かせていただいて、あ、そうなんだ。ウカ間違いねえ。そうなんですよ。マジでいいっすよね。ケンザでした。3位、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。めっちゃ暗くなったね。暗くなった。続きまして、さっき髪の毛のあったんで、はい、続いて2位それでしょ。あ、にこれいきます。あ、そっちか。あ、そっちか。そっちか。じゃあそれいこう。はい、それいこう。いいですか。2、はい、はい、はい。僕の2位はちょっとメイク編でご紹介したいと思います。はい、でメイク僕がっつりはしないんですけど、撮影の時とかなんか出かける時に下地が綺麗にしたいなってことで、プリマビスタの下地とディオールの、コンシーラーを。さすが。使ってます。いいですよね、これね。どっちもね。いいです。なんか昔ザセム紹介してました。YouTube で。したかも。僕これ見て買って。すっごい昔にコンシーラーそれで入って、で最終的にはこれ使ってるんですけど、これすごい肌が綺麗に見える。なんでヒゲとか気になる人とかもおすすめ でやっぱコンシーラー落ちにくいのはやっぱ下地が必要なんで、これは本当にこんな感じで。それ日焼け止めなの。日焼け止めにもなります。なんかもうめちゃくちゃ皮脂に強い下地。これなんすか。初めて。プリマビスタ。そうです。ここになんかちょっとちっちゃく出して鼻とか、あと確かここら辺にのせてもうほんとバカすみたいな。でもこれやるだけで他の眉毛のとかも描いたりするんですけど、落ちが全然ないね。崩れ防止になるよね。すごいおすすめです。これ3000円くらいで、はい、これはちょっと高いんですけど4500円くらい。でもプチギフトとかに確かにめっちゃおすすめだと思います。いいね、女性とかでもって書いてあるだけでちょっといいっすよ。これヘアメイクさんとかもすごいなんかね推してる。これいいっすよね。雑誌の企画で見たことあるです。あ、本当ですか。でもそれすごい聞きたいんだけどさ、25歳ってさ、みんなメイクするメンズ。いやー、しない人の方が多いと思う。ああ、やっぱそうなんだ。多分なんですけど、でもする人はします、周りでも。やっぱそこら辺って俺らの世代も、俺らの世代もほぼいないな。なんかがっつりするってよりはベースメイクみたいなのは多いと思います。特にあの撮影とかする方は、なんか映る人は多いかもしれないですね。
なんだ。なるほどね。でも10代はやってますよね、みんな。あ、じゃあそこ境目なんだ。そう、今の高校生とかすごいみたいですよ。そうだよね。そうだよ、アイラインとか引いてるもんね、うん、すごい。眉毛もみんなアートというか眉アート、いいっすね。ね、変わってくるんですね。そういう方も来てくれたらいいっすね。ね、そういう方がぜひ来てほしい。確かに、うん、これがこれの2位でした。2位、はい。それちょっと欲しいのが、うん、1個質問があって、はい、これって終わりはどうやって落としてるのやつ。あ、クレンジングで。あ、クレンジングしてんだ。してます、してます。クレンジングしないと肌荒れしちゃうんで、うん、しっかりクレンジングして。多分みんな意外と気になってる気がしてて、クレンジング意外としない子多い、ね、絶対した方がいいです、うん、もう洗顔じゃ落ちないんでこれとか。いやでも意外と知らんのよ、メイクをしたらクレンジングをしなきゃいけないって知らんの。知らない。あ、そうなんです。ぜひしてください、クレンジング。めっちゃ肌荒れの原因になるよね、クレンジングしないと、うん、毛穴に詰まっちゃうんで、うん、化粧品が、うん、なんでクレンジングは絶対した方がいいと思います、うん、ありがとうございます。次、はい、僕こちら、はい、日焼け止めです。おお、キュレル。キュレルで、僕結構乾燥肌で敏感肌で困ってた時に、うん、このキュレルってすっごい肌に優しいじゃないですか。ね、キュレル僕も好きですよ。でもこれ僕美容系の YouTuber さんがこれ紹介してて、本当にテロップみたいなところで皮膚科の先生がコメント入れてるんですよ、その YouTube。 へー。で、ちゃんと皮膚科の先生がなんかその本当にこれをおすすめですみたいな。肌がやっぱり乾燥してたって、乾燥っていうか赤みがあってとか、結構ニキビ肌でみたいな人とかってつけにくいんですよね、やっぱり。なんですけど、これは本当に肌に悪くないというか、なんかあんまりこうテクスチャーは固めなんですよ。でも、うんうん、固めでしっかりするんですけど、まあ、肌が結構白くもなったりとか。あ、めっちゃ伸びいいね。はい、伸びも良かったり、サラッとはするので、うんうん、使いやすいなと思ってて。綺麗にワントーン上がるね。ワントーン上がるんですよ、ね、SPF も30なんですよ、50じゃなくて、うん、ちょうどいいね。はい、50。この SPF って結構みんな勉強してつけた方がいいと思ってて、うん、海とか行かない限りはやっぱり50とかってあんまつけなくてもいいっていう、うんうん、刺激強いからね、うん、だからそれで逆に肌が荒れちゃうこともあるんですけど、まあ、SPF30 ってところもあって、まあ、ちゃんとこういうね、日中この部屋にいるだけでも多分日焼けしちゃうと思うんですけど、うんうんうん、つけてあげる。で、紫外線がやっぱり一番の肌のトラブルなのかなと思うので、うんうん、絶対に日焼け止めをした方がいいなって思って毎日つけてます。これは室内でもしてる。してます。えらい。365日。はい、えらい。えらい。してます、ね、えらい。これはもう3本目です。いやでも大事よね、うん、室内でも結構窓際で作業してる人とか、確かに普通に浴びてると思う、うん、日焼け止めいいっすよね。年取ってくると結構きつくなってくるんですよね。え、これっていうかね、俺30代超えてやっぱちらほらシミが出てきて、 あ本当に出てくるんだって思った。ここら辺特に本当に出てくるんだってショックだから、うん、多分10年後20年後これをやってるかやってないかだいぶ変わると思う。皮膚科の先生にも言われました、うん、やった方がいいよって。ケアしていきましょう。はい、はい、じゃあ次僕に。はい、うわ、おなじみ大好きノーセブンミネラルパウダー。これさ、最近さ、メンズのさインスタグラマーとかみんな紹介しない？これみんなやってますね。これ女の子が紹介するのは分かるんだけど、はいはいはい、最近メンズのインスタグラマーもみんなやってるから。エドさんじゃないですか俺、うん、俺かな、うん、気持ちいいなこの動画あのビール回ってきたもんね、髪の毛に使って。ああ、ありました、ありました。そう、あの、まあ、皮脂吸着パウダーってことこれもうね1000万回ぐらい紹介してるからまたかよって思ってると思うんですけどまあ大成君のね、はい、視聴者さんも見てる可能性もあるんで、皮脂吸着パウダーで、僕はあの日焼け止めとか塗った後にこう鼻とかテカりやすいんで、これをポンポンとやって、男でもポンポンってやって、はい、なんならここのセンターパートの脇にもポンポンってやると立ち上がりキープできるって。やろうよ、これいいっすよね、うん、これね、でもね、本当はね、あのさっきのルイ君じゃないけど、はい、ちゃんとねブラシっていうか筆を使ってやった方が絶対いいんだけど、俺ズボラだからいつもこれでやっちゃうんだよね。なるほど。これもさ、ずっと使ってると絶対衛生的じゃないよ。ああ、言いますよねすげえ思う。え、ついてる、ついてるあざといあざといあざといのよかわいい。これね、2年前ぐらいの動画でポンポンってやってずっとついてて、うん、それそのまま編集したらみんなからかわいいって言われていいなあざいわにやった確かにエイトさんがそうやるとなんかね、普段こうかっちりしてるから、かなんか俺とかがやるとおいついてるぞって言われるんですけど
初ということで、まあ、意識決着パウダーこれいいっすよね、でもモンズの人は、うん、これまずメンズ全員持ってた方がいい、メイクしなくても持ってた方がいいと、ちっちゃいしね、カバンにも入れやすいし、うん、メンズはね、テカリ保湿するだけでだいぶ清潔感上がりますから、もうこれで本当に白 T デニムで清潔感抜群だと最高、本当にありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、これもメンズ的ハックありますね、あります、はい、じゃあ次は入る、はい、第1位の紹介ですね、もう第1位だけど、はい、お金がすごいことになってます試合対策からいきましょう、はい、しまった、一応どっちにしようかなと思って、何これ、これ見たことない、これ韓国語なんですけど、何これ、どっちが気になりますか、いや今こっちでしょ話の流れ的に絶対こっちでしょいや本当に僕毎日マジで使ってるのは、うん、これどっちも韓国語なんですけど、うんうん、この2つなんですよ、うんうん、まあ僕のチャンネルの方でもね紹介させていただいてるんですけど、うん、ベイトさん、うん、まあパッドトナーパッドね、うん、トナーパッド熱いよ、あー、すいません失礼しました、こっち粉のつながりでいくとこれも粉なんですけど、うん、怪しいやつじゃないですか、芝生超えてるじゃないあんま知ってる人いないんですよ、何これ初めて見たね、うん、初めて見ました、なんかフィルム入ってる、ね、ありがとうございます最初本当に僕昔から結構やっぱニキビに悩んでることが多くて、うんうんうん、でニキビ肌の方とかにも赤みのある人にもおすすめしたいんですけど、うん、薬事法的にあんまりこうめちゃくちゃガチでは言えないんですけど、うん、これを最後の保湿クリームとかの上にポンポンポンって胡椒みたいにかけるんですよ、へえ、スパイスだ、かけてこうやってこう練り込んで肌に塗るんですけど、一応ニキビ系のケア、何それ韓国ってめっちゃ流行ってるらしいです、これセンテラ、センテラかな、へえすごい、一応ウェブでは買えるんですけど、うん、あのこれ僕結構これ塗ってすごいちっちゃいニキビなくなりましたね、へえ、じゃあなんかの普通の化粧水とかそういうのに、あ、そうです、乳液が一番いい、一番最後につけるという、なるほどなるほど、のものにつけるんですけど、これつけすぎもダメなんですよ、つけすぎると、あ、そうなんだ、あの肌にこう乗りすぎて炎症抑える系なのかな、そうです、うん、炎症抑える系です、ちょっとこう赤みのあるニキビができたら練り込んで練り練る練る練る、こうやってこうやってつけて練るみたいな、へえ、でなんかこうちょっとだけ赤みが抑えたりとか、ちょっとこうニキビの治りが早くなったりとか、超気になるんだけど、気になります、これも2本目ですもん、え、これ普通日本で売ってるの？日本で売ってます、僕はウェブで買ったんですけど、ちょっとパウパウして、はい、パウパウしてパウパウ、あ、本当にパウダーだね、そう、めっちゃ細かいんですよ、あ、本当だ、これ直接塗るやつじゃないの？直接は塗らない方がいい、どっちかというと馴染ませて使う方がいいですね、直接塗るとあの真っ白になるんで、そうなんだ、はい、もろ、これは結構新発見だ、はい、これ結構おすすめです、これちょっと概要欄貼っときますね、ニキビケア難しいですよね、そう、僕将来的にマジで僕本当に学生の時やばかったんですよ、ニキビ、そうなんだ、そう、感じないね、いや今頑張ったんですよ、うん、なんですけど、もう将来的にマジで多分ニキビってなんか思春期というか、うん、まあ、10代20代前半の人絶対悩むじゃないですか、うん、それのケアアイテムを作りたいな、研究中ですよ、おすげえ楽しみ、いろいろ僕も使ったくさん使ってきた中でこいつの仲良かったな、これで1500円ぐらいです、あ、いいですね、はい、はい、じゃあ俺行こうかな、はい、はい、いやこれ気になってた、何ですか、アンドビー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 か、あの人が、あの川北さんがやってるブランドのファンシーラーって言うんですけど、へ、はい、ファンシーラー、ファンデーションコンシーラー、へぇ、川北さんって芸能人の、芸能人の方、あのヘアメイクめっちゃやってる、ああ、メガネかけてる人いるじゃない、わ、はい、かりました、わかりました、あの人のブランドで、そうなんだ、アンドビーさん今めちゃくちゃ来てますけど、ファンシーラーやばすぎて、うん、ファンシーラー、ファンシーラー言葉がなんか造語すぎるっていうか、そうそうそう、コンシーラーって、うん、はい、使い方うまかったらいいんですけど、結構カバ力めっちゃ強いじゃない、あ、確かに、だから、うん、時として浮いちゃうことがある、あ、だけどファンデーションだとニキビ隠れない、うん、あ、確かにそうですよね、ファンシーラーでしょってことで、あ、じゃあファンシーラーでしょ、これいいの、なるほど、そう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 、でちょっとこれなんか質感がね、ちょっと取ってほしい、質感で2色があるんですか、これがあのクマの下とかオレンジ、あ、
なんかちょうどよくない？ちょうどいいっすね。なんかちゃんとカバーはするんだけど、うん、コンシーラーほど硬くない。確かに確かに。跡がガッて残りますもんね。そうそう。だから毛穴めっちゃ全然わからない。あ、毛穴消えました。毛穴消える。だから俺これを買ってから BB クリームめっちゃ薄く塗って、くすんでるところだけ BB クリーム塗って、これ基本これ。もうニキビとかめっちゃちょうどいい。一生、はい、消える。これは革命だと思って。すごい。マジでガチで使ってますね、これは。おいくらなんですか？3000円ぐらい。あ、いいっすね、うん、すごいっすね、うん、ちょっといっぱいつけて、うん、いっぱいつけて、はい、どうなります。なんかアンドビー友達が下地使ってて、この前に使わせてもらったんですけど、うん、それもすごい良かったんで、そうそう、なんか気になってて、もともとそう、なんかやっぱ川北さんが作ってるから、まあ、言ってヘアメイクのプロだけど、うんうん、ちょっとインフルエンサー的な側面あるじゃない、うん、だからインフルエンサーブランダーなのかなと思いきや、やっぱヘアメイクさんが作ってるからガチすぎた。ガチっすね、マジで使いやすすぎた、うん、しかもパッケージもちょっとかっこいい。そうそうそう、結構メンズ持ってってよ。そうでしょ、うんうん、これは結構マジでめっちゃ売れてそうっすね。うん、マジで。どこで買えるんですか？ロフトとかで買えますよ。あ、そうなんですか。ロフトとかに売ってるんだ。ファンシーでは結構おすすめです。1位でございます。ありがとうございます。じゃあリブ1位。はい、はい、1位はトラックのヘアオイル。出ました。好きよな、これ。3本目です。違う香りも持ってるんですけど、僕は3番を一番使ってて。美容室で買ってる？はい、美容室で買ってる。美容室で買ってます。3番って何の香りなの？キモクセ。パーあ、キモクセです。あ、キモクセ。これ香りすごい良くて、いいよね。でなおかつツヤ感、そう、ツヤ感、ツヤ感がすごい出るんで、うん、パーマスタイルの人とかセンターパートでちょっと色気出したい人とかはすごくおすすめです、うん、これ中に曲落ちちゃった。落ちちゃったよね。あ、これネジが折れちゃって、これは前使ってたやつのキャップを取ってた。これラムネみたいなの出てこないですよ。かわいいけど、うん、2代目のキャップを使ってるんですけど、パッケージいいよね。パッケージいいよね、うん、マルジェラマルジェラっぽいよね、入ってる箱もかわいいんで、丸いつつ。あ、そうだね。なんでこれすごく聞かれるんですけど、ヘアスタイリングはもう基本これをつけてます。乾かすときはあのダビネス使って。先輩特化でしたっけ？これはね、美容室専売なんですけど、最近ちょっと流れてます。あ、そう。なんか楽天とかでもあるところはあります、うん、これぜひあの髪長い人とか本当使ってみてほしいです。オイルによっては途中でパサついちゃったりして、うん、跳ねちゃう時とか多いんですけど、これは持ちがすごくいいんです、うん、夜とかまで割と落ちない。結構しっとりしてる。重たい。あ、重ためです。あの重さとしてはいいですね。いや、これ流行ってるよな。おしゃれな人みんな持ってるし、美容室もありますよね、いろんな。どっちかじゃないですか、うん、今ね。今サッといきたいのは多分こっちで、ツヤ、ね、うん、感重視で重めにいきたい人はこっちかもしれないですね。パッケージ勝ちしてるんですよ、ちょっと。そうだね、 N ドットから本当にひっくり返ったよね、はい、うん、確かに。さすがです。本当おすすめです。めちゃめちゃ使ってます、これ。かわいい。なんか女性とかも一部分だけとか、うん、全然使えると思います。これってオーセンティック的な感じなんですか？ヘア、フェイス。あ、そうです、マルチじゃん。他のところもつけられます、うん、ほとんど自然の成分というか天然成分の、はい、あ、オーガニックって書いてあるんですよね、うん、おしゃれやな。やっぱ瓶っていいんすよね。なんかさ、確かにこれ終わった後にさ、ディフューザーにしてる人とかいるよね。あ、マジっすか。めちゃくちゃおしゃれですね。この中に入れてこう木の棒を突っ込んで。なるほど。でもこのラムネの高等テクはいいんじゃないですか？ちょっと意図せず近未来っぽく。確かに馬関別注メジ入れちゃったみたいな。これが4000円しないぐらいですかね、うんうん、そう、それで4000円しないのが驚きなんだよな、うん、すごいよね。ぜひ一回使ってみてほしいです。はい、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。今回は高島屋ゲートタワーモールさんで行いますメンズビューティーハックの特別コラボでしたね。はい、ありがとうございます、はい、いつも。ということで、まあ、あのメンズビューティーハックの概要欄貼っておくのと、はい、当日僕はキヌージョさんっていうドライヤーのメーカーさん、うん、協賛いただいて、まあ、そのドライヤー使いながらちょっとタッチアップやるので、まあ、レタッチ使ってこうヘアスタイリングしたりとか、させていただくので、まあ、もしね、あのヘアスタイリング体験されたい方来てください。したいです。僕もしてで、2人もあるんですよ。あ、そうなんですよ。我々が、お客様のパーソナルスタイリストになっちゃうということで、それ俺やりたいって
本当に僕とリュウが、応募いただいたお客様を一人一人1時間から1時間半ぐらいかけて館内回るってこと一緒に、うん、超贅沢じゃないそれ回ります。それもいい企画ですね。はい、なので、まあ、僕らでスタイリング組んだ後に、うん、エイトさんのところに行って、うん、身も心もそれめっちゃいい素敵綺麗になって帰るという。ありがとうございます。まあ他にもなんかあの特賞あったりとか、はい、まあ僕らがセレクトしたアイテムがブワッて並んでてご提案できたりとか、うん、あの結構本当にメンズビューティーについて、うん、あの深く知れるきっかけになると思いますので、はい、ぜひよかったら写真だけでも撮りに来ます。確かにお願いします。お願いします。会えるだけで嬉しいですね、はい、僕らは。名古屋とかなかなかやっぱ機会少ないじゃないですか、うん、東京と比べたら、うん、そうですね。あと名古屋の美味しいご飯屋さんコメント欄で、あ、めっちゃ教えてほしい教えてほしいということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイ。